見てるから、メール返してるから、横向いて食べてた母の手料理、そこには愛があった。今日はどうだった？毎日めんどくさくて別に何もないよ、そこには優しさがあった。帰りが遅くなった時、枕なテーブルに作り置きされた夕食、一人レンジで温め、いつもの席